あ、ちゃうわ。はい、可愛い。伝えだと思ってた。違いました。はい、続いてはこちらです。ロゼリアから見た氷川さよ。違う、氷川さよ。それも無敵気になる。姉妹。はい、ということで、私たちが演じるさよとね、ひなのね、氷川姉妹の関係をロゼリアの他のメンバーが見たら、どんな風に思ってんの、どんな風に見てんの、っていうのをちょっとね、みんなに聞いていこうかなっていうね、はい、感じです。なので皆様、まあ、お手持ちのね、はい、スケッチブックにイラストでもいいですし、はい、日本語でもいいですし、ね、どうぞ好きに表現していただいて。じゃあ一つ目のテーマはこちら。氷川姉妹にまつわる一番好きなシーン。だーね。ね、ほうほう、これは気になります。今までで、この約束の中で、約束で、まあちょっとネタバレしない程度にお願いしますね。私はでもみんなのこと知ってるから、多分みんなあれ書くかなと思って、うん、書かなさそうなやつをちょっと行こうと思ってます。あら、うん、なんだろう。あれ、私はやっぱり泣いちゃったこのシーンかなっていう。なるほどね。ぜひね、コメント欄で皆さんも、うん、まあ、アリちゃんと私はね、さっき発表したからね、うん、もう、わーって、見どころここっていうね、うん、でも、入れてもらえて嬉しかったですよ、ね、劇場版の片隅に。いや、絶対ひなは言うって私思ったもん、うん、劇場版やるって聞いた時に、うん、どんな風になってんのね、気になるな。なんでかな。はぁ、上手に書けた。できた方から発表していただきます、じゃあ、チームでいきます。はい、はい、こちら。はい、いいよ、って言われて、ってなってるシーンなんだけど、あー、もうこれ以上は言えない。見ればわかるのよ、劇場に行ってみれば。確かにね、この顔がありました ね、そう、この顔のシーンが、キュンってなってる顔も、さよなのかひななのか、そう、誰なのかっていうのもね、そう劇場版でちょっと確認してもらえると。確かにこれじゃあどっちかわかんないね。そう、別の人かもしれないし、別の人かもしれない。じゃあのんちゃんいけた。いけます。じゃあのんちゃん、どうぞ。じゃーん。え、うん、え、誰と誰。もう首長ない。のんちゃんまた、あの、ひなちゃん首長ない。これね、これはね、もう首がちょっとバランス間違ってる。首長でも立ってるんですかね。このこっちは立ってて、こっちは座ってるって感じです。はい、しかも、さよさん、ひなんちんってわかるね。わかるでしょ。わかる。のんちゃん、すごい進化してる。それで、もうここの2文字はちょっとあの文字が出るんです。2文字、秘密だ。この文字は、あの、ね、ね、あの文字が2つ入るんです。ああ、なるほどね。いいですね。わかりますかね。いや、なんかわかりやすい。一番好きなシーン。ありがとうございます。ありがとうございます。わかる。相葉さん、お願いします。え、これは見逃さないでほしい。あれ？ああ。これはね、確か見てない人でも、あれかな？あれかなって思うんですけど、見逃さないでこの瞬間って思う。確かに。そう。え、わかるよね？わかります。わかる。うまいじゃん！やったー！これはわかる。やったやった。うん、まあ印象的だもんね。うん、いや、ありがとうございます。はい、ということでですね、じゃあ2つ目、はい、2つ目続いてのテーマいきますね。うん、2つ目は氷川姉妹の関係を例えるならということで、例えば食べ物だったり、まあなんかイベントだったり、季節、動物、色など何と何の関係みたいみたいな、うん、氷川姉妹の関係を別で例えていただければ嬉しいです、ね、ですです、うん、ちなみにこれどういうことなんですかって打ち合わせでね、うんうん、こう我々困惑してたんですけど、はいはい、ディレクターさんはなんかお米とかみたいな、お米のように、2人の関係で何杯でも食えるとか、そういうこと。そうあ、やだー、やだ、もう お米と納豆とかでもいいね。なんか味噌汁とお米とかね。はいはい、なんか、まあ、全部食べ物で言っちゃったんですけど、何でもいいですよ。春と秋とか何でも何でも、何でもいいんですよ。ケチャップとマスタードとかね。あ、いいですね。なるほど、関係を例える、すごいみんな迷ってる。確かにいろいろ素材がありすぎて、ね、なんかうまいこと言いたいですよね。うまいこと言いたいね。うまいこと言いたいんだけど、なんか、なんだろう、なんだろうな。私はね、もうね、できてる。おお、気になる。次、嘘を発表しても、これはもう氷川さよと氷川ひなっていう名前を見ただけでわかると思う。あ、
あ確かに。え、うん、ちょっとなんか名前ですよね。月と太陽かなって。え、ああ夜と大事、うん、惹かれ合って。あなた何だと思った。なんだ、シーシーってなんだ。あれか、氷川の方見たんですか。氷川の方見た。もう、行く、行く。あ、かけた。じゃあ、ちょっといいですね。まあいい、いや、分かった。よし、よし、よし、よし。じゃあ、ちょっと、まだだった。まだだった。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。でも、私から行ってもいい？考えて、ちょっと忘れた。私から言っていいですか、じゃあ。あ、ぜひ。じゃあ、番長、お願いします。慣れてる。あの、私、ちょっと2つ思い浮かんじゃいました。え？オカメと節分。これはそうです。福と鬼。あれどっちが、どっちが鬼ですか。あれどっちが、どっちが鬼だ。鬼は怖いと思わないでください。鬼だって人生があるんですから。かわいい顔してる。かわいそうな鬼の、ね、物語もありましたよ。まあ、ひなとさよなんですけど、はい、この二人の関係性って、いや、なんかなんていうの、わかります？鬼は外、福は内と言いますよ。どっちも大切なのよ、結局。しかも、この厳しい人も必要だし、うん、こう甘くするっていうのも必要だし、なるほど。これものすごくね、重要だと思うんですよ、この関係。飴と鞭ってこと？まあ近いけど、関係性考えて、まあ、鬼がいないと福は際立たないし、みたいなことですね。まあまあ、逆もしかりですね。そうです。いいこともあれば悪いこともあるよ、みたいな。そうなんです。と、これは私ね、くのはるがさっき言ってた私たちのねみたいなこと言ってたから、え、来たと思ったんだけど、書いてんじゃん答えと思って。氷と川なんじゃない、二人の関係。あ、それ下のやつですね、うん、これ氷、うん、川カチカチと、そう、流れ溶けてジャブジャブっていう、そう、そういう関係性。はい、じゃあ次の方行きましょう。はい、困るなよ。はい、じゃあのんちゃんいきますか。はい、じゃん、コブラバーサスマングースムーンブースみたいな。っていうのは敵になってるの。敵じゃないんですけど、うん、なんか戦わせるとどっちもどっちとも別の強さがあって、永遠になんかどっちが負けるとこはなれないんですけど、うん、でもそれぞれが強くてなんか無敵みたいな。ハブじゃない。ハブだ。そうじゃん。それもあるんだけど、ね、マングス丸飲みすると思う。ハブでした。ハブにしよう。ハブです。ハブとマングース。のんちゃん見たことあるの。え、実物ですか。うん、ないです。え、知ってるって、うん、え、有名ですよ。あ、そうだ、有名、有名。そうなの。オーマイガー。出口もびっくりでした。ね、じゃあ次どうぞ、桜川さん。はい、こちらです。お、アイスとお茶。これはね、うん、前にロゼリアのみんなで焼肉に行った時にデザートでこの2つが出てきたの、うん、で、めぐちがアイスを食べた後にお茶を飲んだらすっごい幸せな気分になったから、みんなこの順番に食べてみてって言ったの。冷たいのと熱いの、本来は交わない2つの存在が口の中で冷たいってアイス、あったかいお茶、幸せ。あ、確かに。なるほど。あ、うまい、うまいこと言ってるわ。うまい、うまい。え、ごめん、こんな褒められると思ってなかったんだけど。なんかちょっと悔しい。なんか一番納得できたかも。なんか、うん、え、なんだろう、よかった。視覚過敏じゃないんですね。そうした方がいい。なんで、キーンってなった。これ幸せ。なるほど。そう、アリちゃんはあんまりちょっと、あれ、あんましっくりきてない。アリちゃん的にどれが一番納得いきましたか。すごいすごいですね。選べないじゃん。アイアイさんですかね。どっち、どっち、あ、上の方ですかね。いただきました。優勝やった。だって2つとも神みたいなもんですから。